柱谷さん、しっかり、はい、守備がしっかりとしていますから鹿島はどうそこをこじ開けていくか、また福岡はしっかりと、まあ守備をしながらまた点を取っていくかということになってきますかね、はい、まあ、そうですね。平塚から左サイドの展開になる。さあ田中達也、田中縦に仕掛けてクロス、ニアで押し込めない。しかしここはファールがその前にありました。鹿島ボールのフリーキックです。いや、両ワイドを使った福岡のいい攻撃でしたね。佐野のヘッド、これを荒木、荒木がカットインして巻いていく。ナイスキーパー、枠いってましたけれども、ここは村上のセーブです。いや、素晴らしいシュートに素晴らしいセーブでしたね、はい、いや、これ完全枠いってましたね。いや、よく届きましたね、うん。佐野からのボール、一口入っている。そして荒木、荒木切り返す、切り返していって自分で持っていってシュートが来た。お見事、先制鹿島アントラーズ。ガッツポーズ決めたのは荒木亮太郎です。いや、これはうまいプレーでしたね。ここは一旦広瀬、広瀬のクロス、抜けていってヘディング、完全に大外フリーでしたけれども、さらに中には柿田も詰めていました。いや、一番外フリーでしたね。外を向きながらの逆方向へのクロスですから、中が対応しきれなかったっていうのもあるんですけど、これいいボールでしたね。さあ、ここで佐藤、佐藤シュートだ。佐藤龍馬のシュートですが、ワンバウンドしておくキャッチ。まあ、このゲーム初めてのシュートでしたね。関川から長いボール、松村トラップをしてシュートは枠の左、あの位置に入っていきました松村です。いや、素晴らしいパスでしたね、右側からですね、はい、すごい長い距離ユニット、ここは知念、そしてここで長い笛が吹かれました。